売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発リクソン。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。初球ストライク、打ちました。バッターファイボール。変化球が低めに外れます。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている太田ディクソン。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャーディクソン、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。決め球を厳しいコースに投げたいですね。はい、ボールになります。引っ張った。打順は3番山田。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。変化球、これは空振りです。ノーボール、ツーストライクです。インサイド落ちました。さあ、これからホークスが守備につきます。そして亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。緩いボールを入れてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インローボール、まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。ボールになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。切れてますね。スリーボールツーストライク、打ちました。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど。さあ、インサイド落ちました。打席には3番バッター吉田。ワンアウトになっています。ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあ、そして打席には中村が入っています。さあ、一打先制のチャンス。まあ、やはり先制することは大事なんで、先制を取りたい。インコース決まりました。さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制。インサイド落ちました。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは DH 浅村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0でインサイド落ちました。バッターボックスは5番グラシアル。ディクソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターボックスには6番岡本。デッドボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。左中間へ。バッターは7番に入っている森。ツーアウトになっています。初球見送っています。スピードボールを持っています。ボールになります。低め
めへの変化球は決まりません。セカンド、2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、6番バッター浅村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える。これは、ホークスピッチャーが変わります。右バッターが入れてきました。ノーボール2ストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている山本。ワンアウトランナーありません。さあ守護神ニセニッツがジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね難しいですよ。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。今ほど決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。これが4球目。三振です。2アウトになりました。バッターボックスには指名打者のグラシアル。2アウトランナーありません。さあまず1球目、インサイド打った。3回の表ホークスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは山川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制の これが1球目。初球は打ち、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを落としたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ふわふわっと上がった。さあそして打席には源田が入っています。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、ここまでしっかりゼロで抑え、ランナースタート、バントしました。三塁方向、打順は1番に帰ります。バッター柳田。ジャイアンツ2アウトながら送りバントで進塁を許しています。さあ1打出れば先制という場面。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあどう来るか。さてバッターボックスの柳田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、パワーというよりもテクニックでボールをスタンドまで運ぶホームランバッターですね。まあそうですか。高め際どいところ見送りましたがストライクです。次の球もストレートはですね。なるほど、さあどう来るか。うちのボール打っていった。これから3回の裏ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは小林。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。バッターボックスには代打の松田。セカンド限定球、外れてボールになりました。痛烈な打球、どでかい花火を打ち上げた。さよなら。代打としてこれ以上ない結果を出しました。ホームベース